松本治は日本のテレビプロデューサー。ABC 朝日放送でプロデューサー、コンテンツディビジョン制作局局長などを歴任した。滋賀県高島郡海津村出身。1972年、京都大学法学部卒業後、朝日放送に入社。霊館山館第六巻、ラブアタックをはじめ数々の番組の企画、ディレクターを担当した。 1988年には、探偵、ナイトスクープをプロデューサーとして立ち上げた。1970年代後半、ラブアタックで、ドンクサイという近畿方言の単語を全国に広めた。当時の副社長だった藤井総将は、ラブアタックのディレクターだった松本の制作能力を高く評価し、朝日放送の局部長会議で彼をプロデューサーとした。 テレビ番組の制作が必要だと発言した。定年退職後の現在も、ナイトスクープで企画を務めている。1991年に、ナイトスクープの全国アホバカ文プズの完成編で、日本民間放送連盟賞テレビ娯楽部門、最優秀賞、ギャラクシー賞選賞、ATP 賞グランプリを受賞した。2010年度から、 大阪芸術大学放送学科教授を務める。ありがとうございます。